はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ今日ですけれども、まあ中途失明のね、私のまあ実感というか実体験からのお話ね。必ずしも目が途中で見えなくなった人共通のお話というわけではないですからね。はい、そこは、はい、気をつけて聞いてください。私アナちゃんの場合は、目が見えなくなったら、なんとね、色彩感覚が上がったんですよ。そう、不思議でしょ。目がほら見えなくなったから、色彩感覚もなんかいまいちになっちゃったんじゃないかな、色のセンスとか悪くなっちゃったんじゃないかなって思うじゃないですか。まあ悪くなったっていうか、こう衰えちゃったっていうかね。私の場合の逆なんですよ。でこれ私なりの分析なんですけど、なんで私が目が見えなくなったら色彩感覚が上がったのかという自己分析では、まあ、やっぱりね、目が見えなくなると想像するようになるからじゃないかなと思うんですね。そう、目が見えなくなると、それこそね、映画でも話していた言葉ですけど、記憶力と想像力っていうのがものすごく上がります。まあ、これはでも、そうせざるを得ないというか、命に関わるっていうかね。もう記憶力が衰えて命を失うってことはないけど、想像力は働かせてないと。あ、でも記憶力もそうか。一度歩いた駅とかね、やっぱり構造とか、こう空間認識で記憶してないといけないし、でその駅にはこういう道だったよなとかってやっぱり想像してるわけですね。私の場合、昔は目が見えていたから、やっぱり映像をなんとなく思い浮かべて、その映像で記憶している場合が多いんですよ。で、色彩に関して、私目が見える頃、洋服のなんていうのかな、コーディネートのセンスがいいねとか褒められたことね、一度もないんですよ。悲しいかな。でも目が見えなくなって今では、いやー、なんかどなたかスタイリストとかいるんですか、スタイリストさんとかつけてるんですかとか言ってもらえることが多くてね。まあお世辞で言ってくれてるのかもしれないけど、まあやっぱりコーディネートを褒めていただける。で、やっぱり目が見える頃って、私こうほら身支度をして鏡パッと見てね、で、あ、別に変じゃないや、これで行こうってぐらいにしか見てなかったんですよ。見てなかったというか、パッと見て、問題なしっていう感じでも OK で、よくよく考えてなかったと思うんですよね。目が見えなくなると鏡見えなくなるでしょ。そうするともう想像するしかないわけ、このベストは、茶色で、でも茶色といっても確かその茶の濃さはこれぐらいだったと思うし、このスカートは赤、あ、このスカートだってスカートは履いてないね、スカーフは、赤系でとかね、そう、このシャツはとかって、こうやって、想像をこう巡らせるわけです、頭の中でね。このベストだったらこのハットが合うかな、このシャツだったらこのスカーフが合うかな、想像するわけですよ。で、私が頭の中で想像して組み立てたコーディネートが実際私が着ているものと一致してるかどうかは分かりませんよ。分かりません。まあ、それはもう、答え合わせのしようがないからね。私が突然一瞬パッて目が見えるようにならないと答え合わせはできないわけだから。合ってるかどうかは分からないけど、それで一生懸命、これとこれだったら、合うかな、いや、でも合わないから、こっちのが合うんじゃないかな、歯でもない、こうでもない、想像を巡らせる。そう。そうやってこう、悩み考えるから、きっと、色彩感覚、洋服のコーディネートのセンスとかも上がったんじゃないかなって思っています。
でね、少し話脱線するんですけど、よくほらベートーベンがね、耳が聞こえなくなってそれでも作曲を続けたすごいっていうのが一般論じゃないですか。いやいや、すごいと思いますよ、私もすごいと思いますけど、ね、私はこの自分の経験から推察するに、ベートーベンはね、実際その、まあ、オーケストレーションっていうかな、その作曲した曲見て、この部分何のが気にやらせようかな、この部分は何のが気にやらせようかな、オーケストレーションしていって、その音をすごく想像を巡らせていたと思うんですよ、聞こえなくなった分、うん、で実際にベートーベンが想像していた通りのオーケストレーションになっていたかどうかは分かりませんよ。これまたベートーベンが突然聞こえるようにならないと答え合わせできないから、だけどそうやってすごくすごく想像を巡らせるようになったから、まあもちろんベートーベンは耳が聞こえる時から素晴らしい音楽家でしたが、だから耳が聞こえなくても、もっと言えば耳が聞こえなくなってさらに、いい音楽を作れるようになったのではないかと私は思っています。そう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 、案外ね、私は目が見えていた頃に、見えてしまっていたからしっかり見ようとしていなかった部分ってたくさんあるなっていうのをすごく反省してますよね。昔の景色とかを想像、その記憶を蘇らせてもね、こうあんまりはっきり思い出せないものとかやっぱりあるわけですよ。あーなんかちゃんと見てなかったなーとかね。美術もね、美術館とか私行ったことありましたよ、目が見える頃にもね。でもね、全然興味なかった、正直言って目が見えなくなってからの方がすごく興味が出た、そういうところもね、なんか目が見えなくなって勉強になったなと思うし、だから目が見えていたり耳が聞こえていたりする視聴者の皆さん、存分にその感覚をね、味わって生きてくださいね。はい、はい、ということで今日のお話いかがでございましたでしょうか。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。